今日は2019年5月3日上海行ってます。もうすごいんですよ、この人見てください。この人あの中を歩いてきたんですから、あの中歩いてきたんですよ。ほら、あれをものすごい人なんですよ。週末なんですかね、とにかくすごい人なんですよ。ここは、なんか Y タン、ガイナンって書いて Y タンって読むみたいなんですよね。バンドって英語で言うとバンドっていうところらしいんですけど、そのほら、ここはこのほら、いわゆる上海のこの夜景ですよね。上海の夜景、これもうね、ここにみんな集まるとものすごい人の数なんですよ。やっぱ見たいですよね。僕も見たかったわけですから。だからそのものすごい数の人がもうとにかくね、もうもうすごかった。すいません、今日ちょっとね風邪をひいてて喉が変な、声がおかしな声になってますが、すごいですよ、とにかく。ちょっともうそっち側に、その夜景がもろに見えるところにちょっと行きたいので、そっちに行きたいっていうか、どっから行けるんだろうか、今行こうとしてるんですけど、あれどうだっけな。もうね、なんかね、立ち止まる、こう歩いててね、どっかで立ち止まる人が、ほら立ち止まるでしょ、立ち止まる人がいるんですよ。一回こんなに渋滞してる時に、なんかそしてね、ダラダラダラ歩くわけですよ。そのもうなんかみんな目的地に向かってまっしぐらに行かないんですよね。いやだ、くっさ、あれどっから行くんだろう。ああ、どっちだ、なんか階段がある。みんな地下鉄の駅に向かっているかのように登っていきますね。これなんか撮りながら歩いていくと、また怒られんのかな。なんかその中国はあの写真とか撮るだけで、なんかあのスパイ容疑とか言って逮捕される場合があるらしいんですよね。すげえ、ビルが光ってる、うるせえな、どんなのうるさいんですよね、中国は。用もないのにクラクション、おっす、ソーリー。すげえここ、すげえここ、マジすごい、これはすごい、わ、これすげえ、これ初めて見た、こんなの、うわ、すごいな、これニューヨークの夜景でもこんなになってないですよ。うわ、すげえ、なんかね、ビルが光ってますよ、すごい光ってます。うわ、一番前に来て、なんかすごいビルが光ってますよなんか、ね、ビルがね、なんかあの何、あの花火みたいになってます、ビルが。これあの、いわゆる何ですか、上海タワーなんていうの、上海のすごいシンボルになってますよね。ちょっと一番前に行きたいな、ちょっと誰か変わってくれないかな、この人、あった、くそ、うわ、すげえな、これ。ほら、なんでビルの表面が光ってるんでしょうかね。なんか文字が回ってるし、
わかんないですよね、なんでこうなってるのか。ビルの表面がチカ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 光ったりとか、光ったりとかしてるんですよ。これすっごいですよ。ほら向こうのビルの表面で花火が上がってます。あれビルの表面でなってますかね。一番前まで来てます。完全にほら千と千尋の神隠しの船みたいですよね。なんか神様を乗せてくれる船。すごいです。でもね、いろんな人の頭とか体とかもう腕とかなんとかガツ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 当たってるわけですよ。でもみんななんかね、そのなんかもう割り感染でちょっとじゃんじゃんやるんですよ。ちょっと肉眼で見たいから止めていいですか。自分の目で見たい。肉眼で見たい。泽，看个泽，看有就这样的吗？再看看马路地面嘛。应该一万迈的，这里。我们走，我们走。一万迈，真的一万迈。やった。一万迈にようやく来た。やった。やった。一万迈に来た。よし、ちょっとここで。しばらく見て、まあ、5分ぐらい見たらちょっと行きます。もうみんな待ってるから後ろに山ほど。すっげえ。ちょっと肉眼で見るからちょっと止めますね。